函館朝市では卒業旅行シーズンということもあり、若い観光客の姿は見られます。ただこのように休んでいるお店もあり、人の姿は少ない印象です。近海で獲れたマグロにキラキラとしたイクラ、新鮮な海鮮丼が自慢のこちらの飲食店、先月2週間の臨時休業を余儀なくされました。長かったのでやっぱきつかったっていうのが正直なところですね。春休みを前にしたまん延防止措置全国一斉解除の方針に胸をなで下ろします。ゴールデンウィーク前っていうのもあるので、これからちょっとお客さんもちょっとずつ増えていったらいいかなと思うので、タイミングはすごく嬉しかったですね。さらに宿泊業界が期待しているのが旅行割引の再開です。函館湯の川温泉にあるこちらのホテル、1月と2月の売り上げはコロナ前に比べて6割ほど落ち込みました。全体で大体半分ぐらいですね。1月以降はずっとこのような感じが続いております。函館市は宿泊料金が最大半額になる函館割の利用を市民に限定していましたが、まん延防止措置が解除された後は対象を市民以外にも広げる方針です。札幌圏ですとか道内全域のお客様がですね、函館に向けて足を運んでいただけるような形になれば、より一層当館としても嬉しい限りと。全国的にやっぱり動きが出てくると思いますので、 GoTo トラベル再開に向けての動きというのも非常に関心が高く期待度が高まっているというところです。